ジャン君、今日はフォークソング同好会発表会みたいなやつで、お出かけするんですよ。行ってきていいですか？ポンちゃんも、はい、二人ともゆったり寝ていますが、これから出かけてくるね。まだ準備段階ですが、ギターケースにギターを詰めましょう。歌詞カードね。ジャン君、ただいま帰りました。本当はもうちょっと前に帰ってるんだけど、君たち寝てました。ずっと寝てたね。おはよう。おはよう。ジャン君、帰ってきたのに迎えに出てくれませんでしたね。ちょっと陽気がいいから、今日暑かったからね、うん、寝てました。僕寝てました。ちゃんくんともあろう人がさあ、じゃあこれから遊びの時間になるかな。ねえ、遊んでもらえるって。ちゃんくん、その前に腹減ったから飯食わせてね。クロケンさん、お届け物ですよっていう番組みたいなスタートです。すごい、なんか冷凍物です。冷凍なのです。そしてもう何なのか知っていますが、なんかこんな箱があるってすごいね。そうだね。で、この入れ物にちゃんと入れてね。よいしょ。はい、はい、じゃあこのパッケージになんか中身の紹介があるかな。あるかな。
まだ。これはあれだ、冷凍の。はい。ミートボールとマッシュポテト、冷凍されたものです。バイ、イケア。これあの、イケアでね、初めて行ったイケアで、なんかレストランでミートボールっていうのがあって、それを頼んでみたら、これにですね、ソースがかかってジャムがついてるやつ、ベリーのジャムがついてるやつ、それをへえこんな風にして食べるんだって言って絡めて食べたらうまかったガビョンということで、これを一式送っていただいちゃったようです。この前にね、リンゴンベリーっていうのとクリームソースみたいなやつが我が家にはあります。これで明日食べられるぞ、ね、すごいね。そしてマッシュポテトね、なんかいっぱい、スウェーデンだっけ、デンマーク、スウェーデンのお食事が食べられます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。おじぎ、黒犬がおじぎ散々言うので、久しぶりミートボール散々言うのできっと、はい、どうもありがとうございます。みんな寝るよと言っても全員疲れて爆睡しましたけど、もう12時近くまで、そして今からまた寝ようっていうことですよ。ケンケン、はい、ケンケン、ケンちゃん寝るよって言うと起きてくる人たちですね。はい。また走り回るの今日。寝ようと思ってるんですよ、ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん。あれ、ジャン君。ジャン君もちょっと走り始めてる。あれ、ポン。あれ、ポン。持ち上げた。じゃあおやすみ。ブルンブルン振ってますけど。